あの練習で思い出しましたけども、そのマイナーの子たちの練習はもっとこう緩やかなのかなと思ったら、そんなことがなくて朝早くからそうねやりますよね。これでこれ安い、でなんかもうお昼ちょっと過ぎた頃にはもう全部のこと終わってる感じでしてますよね。あの連中は上に浸ってきてるんです、うん、越境してても来るんだよ。すごいですね。ほいだから日本はね、そういう言うでしょ、二軍の選手優遇しないと来ていただけないというの、社長が。ああ選手をなるほど、随分違いますよね。随分違いますね。それはもうこれで感謝してるのが今の、あのソフトバンクの工藤。ああ工藤さん、あれね、2年目頭いいんで、はい、で2年目ワンゲインのキャンプでやった。ああ広瀬さん、はい、僕はね本当にハングリーの実感しました。ああ、うん、日本は裕福です、向こうはもうね大変だって。工藤さんなんかもともとキラキラですもんね。そういう子がマイナーリーグに、ね、まあ武者修行のような形だったんでしょうね。本当ね、あれだからあそこはまだまともなんです。ああ、ね、いいですね。はい、工藤っていうのは頭いいからまだね、あの分かった時には分かりましたっていう、あの教えてもね、うん、あの西武の今辻は1年しか僕はやってる。あれは本当に鍛えたらできる子、面白い性格が、はい、もう言ったらすぐ「あ分かりました」じゃないんで、疑問があったらペッとぶっつける。あそういうタイプの方なんですね、だから大体こういう手を回ってるんです。長く持ってこう打つからインコース打ちづらい。お前な、短く持っても進行に当てりゃ同じやって、ほんだらバトルのあの練習からやったんですよ。だからリリーフヒッターなんか、そうですね、あれですよ、パンといきゃいいのに、今の運転手はあるとそこから反動つけるんですよ。怖い、構える、こうやるから球に入れちゃう。これあの、まあ、心身統一合気道で言えば、まあ、入り身のまさに、そうそう、もう入るスパッとこういく、そう、パンといきゃいいのにね、こういつにゃーっとやる。それでから僕は居合羽賀先生に教わって、はい、これでね、大文字言うで、イエーってやったらね、イエーってやったらね、あの、あそこは、おいっ子の近く、ひろこさん、あんたはね、毛が入ってるけど、好きだからって言われる。で、その先生、小さい細いんです。はい、これどういうことですかって言ったら、あんたはね、パーッと言ってね、次行くよりこうやってやるの好きだ。だからパーッとここでパーッといかないとダメだって言うね、うん、おおうまいこと言うなあれ野球と同じ、こうやったらトライとパーッといかないのにこう来てこうやる、うん、反応つける、はい、で反応つけるのはあの原因を作った王なんです。王さんです。こうやってね、王が練習すると一本足、あの先代の先生がね、重心は下でだから一本足の方が分かりにくい、こうやって倒れるだろうって、だからこればっかり見えてきた。それを王は一本足だから成功したって人は反応つけるんです。あの王さんのフォームは、あの随分あの野球選手指導させていただくために、あの私随分見たんですが、あれ反動ではないですよね。ないんですよ、あれ別物ですね。もうこればっかりです。もう本当にシャッシー心が静まった、それが成果の一点ですよね、うん、でそこから行くときにはスパッとこう、それを教えない。あで、お前の責任ないって言ったらね、分かりました、ソフトバンクの選手にちょっと言ってみます。でそれであの左バッターで早めに構えてうわーっと行こう言いますよ、ギッチョッと。こうやってこうなるとは絶対ダメ、こうやったらパッと一個ある。あの広岡さんにご紹介をいただいて、あの最初にドジャースに行った時はあのロサンゼルスだったんです。で当初広岡さんご一緒いただける予定だったんですけど、急遽そうでなくなったじゃないですか。すごい緊張しながら行ったんですよだって野球の完全にド素人があのメジャーリーグに行くわけですから、
まあ、それでやっぱりですね、集まった若手の選手はお前何しに来たんだって顔してましたよ ね、はい、ところが実際にこの統一大姿勢のことですとか聖火の一点のデモンストレーションしましたら、ガラッと空気が変わって、でびっくりしたのは翌日からちゃんと時間前にみんな揃ってるんです。で教えてくださいって言うんですね。あの何でしょう、あの彼らの素直さというのか、あれもやっぱり貪欲さ、いややっぱり向こうの尋常ですよ。それでこれは正しいなと思った一生懸命練習、それでからあの仙台なんかニューヨーク行った時ね、はい、日本でやる時は、はいできました、はい次これやります、次やるで、あの私はまだ先生に最初のやつが完璧にできておりません、できるまで次言わないでくださいって言ったんですよ。日本だったら数教えるでしょ。そうですね、あれこれそれって、ね、これでね、何も私はできてないから、最初のやつができるまで言わせてくれって言ったの。おい、これで勉強したんですよ。あー、東先生ですね、うん、やっぱり ある種のこの本気で学びたい方のが持ってる純粋さですよね、あれは。驚いたのが、コーチ陣は最初の頃こそまあ、こう我々が昨日クラスをすると後ろの方にいたんです。ところがだんだん選手が関心持って良くなってくると、前の方に来て最終的には教えてくれたっていうんです ね、あの素直さにも驚きました。なんかこう指導的立場になると、もうそういうのって嫌がるじゃありませんか。それはもう本当に自分がよりよく指導できるならぜひ学びたいと。だから日本にパドレス GM なんて来たら聞きに来る。すごいですね。これでただ真似をしないとか偉いんですよ。いいやつは自分で紹介してから言うん。そのままただこう持ってくるんではなくて、やるだけやって、紹介したものをきちんと取り組む。それすごいですね。いや、すごいよ。それで、ファームなんかの選手見たら、あれいいなと僕ら思うよ。でそいつに日本だったら一生懸命教えるじゃん、はい、怒る、みんなに言ってくれる。そうですよ ね、不公平だから、不公平だから、平等にするためにみんなに言わなくちゃいけない。だから教えてくれと言ったら教えるけど、黙っと絶対に口出したっても向こうは言わない、我慢する。それで僕がイクアラ君でどうですみたいな、あれに言ったら先輩これはね、こういう理由です。でその後に石毛が来た、はい、だからやっぱりね、あれいいな、なんで欲しいんだって、こういう理由だ。でその監督が、岡、よし、俺が許す、お前を教えて良くならなかったらお前の責任だって、これで教えたらそれをゲームで打つんです。ほいだら選手が、なんであいつだけ教えるんだって選手が文句。なぜ帰るけ。だからね、教えることはやっぱり民主主義は平等なんです。あのあたりがやっぱり土台にあるんですよね、きっと。で、指導することに対してちゃんと責任が発生してますよね。廣岡さんはやはり成果の一点、野球選手今もアドバイスされていると思いますが、成果の一点指導されてどうですか、伝わりやすいですか。いや、すぐ分かるんですよ、理解は。理解するね、それをね、ずっと続けるというと昔に戻るから。いいな、先生いないでしょ、ずっと見てるわ、よし、ダメ、よしって言えや、だんだん。ああ、なるほど。それ学んでもそれをフォローしていく人がいないわけですね。いない。で、本当はその人と、その方とワンセットで学んでいただくと。で学生コーチの、なんで増えるのかって僕は聞いたから。はい、だみんなレギュラーになりたいために野球部来た。違う、教えることを専門の部があっていい、うん、やっぱり素材っていうのがあるから、年数がかかったら大学4年しかないから、それは無理だ。でも社会でずーっとやったらこの連中に見に行く。で教えることは大事だって言って、ね、言うんだけど、だからこの前でも言って、とにかく君たちはね、分かったら教えてみなさい。だから向こうから反論を受けたら、答えられない場合に俺に言ってくれて、俺も勉強になる。
ほんなら言い方変えればいいんですよ。これは野球から使う。結果は同じでも言い方が違うとね、それとピタッと合うのがいい。その人にとって理解ができる伝え方がありますよね。だから水谷ってヤクルトでショートでいいのよ。リラックスせえ、リラックスせえ、パーってやれって言ってね、どうしてもできない。だから緊張せえと、ギューッとやって、その瞬間リラックスで言うとね、ふんふんふん、もろになったね。4年かかった。うん。だからね、リラックスリラックスでわからんときね、緊張した一瞬抜けるんだよ。逆に力入れてごらんなさいと。いや持たないですよね、そのままじゃ。で、ふわっとこうしたときが。だからその子たちあってね、テストするとできる。実際昨日テストで確かめてみるとできてるわけですね。うん、いやもう本当にでも私も昨日テストはそれこそずっとやってきてるわけですが、そのメジャーリーグで指導するようになって初めて価値が分かったところがあるんです。ものすごい大きな選手が、まあ、こうバッティングで構えてた時にやはりこう力んで上ずってる時はグラッとするわけですもんね。うん、でそれひょっと教えてあげるとあってみんな言うんですよね。で今度はどうだっつって1点で成果の1点の時にそう今度盤石じゃありませんか。ですからやっぱりチェック大事ですよね。向こうのやっぱりいい選手はできてるね。あれ一緒に写真撮ったみたいな、マニエルか、マニー・ラミレスですか、うん、あれと一緒に撮ったあいつはこうやったらよくわかったね。ラミレスすごかったんですよ、ね、でもうびくともしないんですよね。普段構えてるように構えてもらって、でそうしたら俺はなんか10代からこの感覚があったって言ってました。でも多分本当なのかなって思いました。